厚見心は、静岡県浜松市出身の、モーターサイクルロードレースレーサー。中京大学出身。トネアール T シンクエッジ4413、BMW に所属している。フィム世界耐久選手権に参戦している。2019年鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、SST クラスで優勝。同年、セパン8時間耐久ロードレースでは、SST クラスで3位を獲得。 1999年、4歳の誕生日にポケバイを父からもらう。2002年からポケバイレース参戦開始。2007年、鈴鹿サーキットレーシングスクールに入校。同年、ツインリンクモテギで開催された NSF100HRC トロフィーでグランドチャンピオンに輝いた。2010年、ロードレースにステップアップし、2011年には、 全日本ロードレース選手権 JGP3 クラスにスポット参戦。デビューしたての NSF250R を先行でライディングした。以降2013年に ST600 クラス、2014年に JGP2 クラス、2017年に JSB1000 クラスとステップアップ。最高位は2015年 JGP2 クラス、2020年 ST1000 クラスにて獲得した4位である。 鈴鹿8時間耐久ロードレースには2016年に初参戦以降2018年2019年と3度参戦している。ありがとうございます。